どうぞです。ポケモン実況前回の続きからやっていきたいと思います。今回は名人と、そして今回はユッキーと、共にね、ポケモンやっていこうと思います。ちょっとサファリゾーンに回ってるんですけど、なんかね、ちょっと名人が調べた結果、サファリゾーンちょっとすごい釣り竿がなかったらゲットできなかったりとか、なんかクリア後じゃないと意味なかったりとか、はい、なんか結構あるみたいで、だからもう、あんまいなさそうなんで、とりあえずもう帰ろうかと思います。サファリゾーン終わりです、だから。まあ、サファリゾーン終わって、次進んでいきます、とりあえず。ゴールドスプレー。ゴールスプレーでね。どっからもらうんですよね、これ。あ、これか。ほっ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 。ほっ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 。よっ。よよ、よ、よ。よっ。いえー。よっしゃ行こう。んで、こっち上がられんのか。アイテム取っとこうかな思うで。ああ。ん？なかったっけアイテム。取ったんじゃないですか。取ったあの辺の光ったやつ。あああれっすか。そうそう。光ったやつを取ってないの俺多分。多分なんかね、ナイト系があったやんな。はい、あった。それなあいつゲットこれでは。アブソルナイトってあいつアブソル進化するんやなっていうか俺アブソルどんなんだか知らんけどな。うん変な鳴き声聞こえる。おそちるゼロや。うわここにおるんやこの上やうわいけへんうざいまあ、恥じてしまないといけない両方いるななんか俺しかも両方ゲットしようと思ったらなんか滝登りとかやって行くところがあるらしくてまあまあええわとりあえずレベルは今んとこんなんかオッケーオッケーゴジャ強いな俺のパーティーなあ名人強いですマジでもう負けなしやろ、はい、負けなしほんまに余裕やろ四天王もこれ言ってまうな四天王もお、誰いっちゃうでしょうよ四天王もこれスプレー最高スプレー最高やなどんどん使っていこうスプレーじゃげんお、光の石まあこれ誰か進化しそうやなリーフの石と一緒で進化系アイテムかなお、新しいやつだちゃうわさて行きましょう次の街かなこれどっちから行ってんやろな送り火のところかダメージど送り火か送り火の山行くかはいまあ、こっち行った方がいいかな先、まあ、ここのちょっとジムリーダー倒していきましょうかねじゃあ今回ああさっきねジムリーダー軽くしばいてねおっしゃオッケー近頃人のポケモンを奪ったり隕石を横取りしたりするろくでもない奴らはいるらしいなもうアクアなんや絶対奴らか坊主この世界にはどれだけのポケモンがいるんだろう PSS で遠い国の人とポケモン交換していつか全部のポケモン集めてやるぜもう自分で集めろよ交換してたりき本願だよこいつ楽勝として楽勝でお前集まれんけど人と交換したらあたしね思い出無数にポケモンの思い出がわかるんだよ何これえ思い出かじゃあとりあえずメタグロスでいいかなメタグロスの思い出見ようそれとねえちょっと意味わからんな本園地方にあふれる水と緑の美しさ僕の故郷の関東地方と同じくらい素敵な場所だなってコンテストライブトレーナーファンクラブおおファンクラブかおイベントだんきたこの幕あ、出たおなじみテヘペロ勇気なんだ、ヒカルかヒカルも買い物に来たのかおお、でかほら、あそこ、ミナモデパートさデパートにさこのデパート系は基本なんかゲーセンがあったりするんちゃうの確か俺、父さんに頼まれて買い物してたんだてててて
別にぬいぐるみなんか買ってないよ。それよりも久しぶりに会ったんだしさ、こんな間会った時からどっちがどれだけうまくポケモン育てられてるか久しぶりに勝負しようぜ。まあ俺がヒカルに負けるわけないんだけどな、もういつも負けてないよ。しばきますこいつ、ちょっと軽くね。勝負来いよ。4匹持ってますね一応。あーよい、吠えること大スマにちゃうかこれ。どうせまたポケモン飼ってんのちゃうかも。どうせ吠える子やろ、もう分かっとんやこっちは。レベル30なの結構高いな。あ、もう最高原質で一撃でしょこれね。ファーン、キネシス、えい、強いぜキネシス最強。さすがさすがやな。お、レベルアップ、いいね。吠えるを、お、進化しとるやん。あいつ水やから、まあここは頭ケツいきます。ケツ頭行け、ケツ頭。どんなんだこれ。おお、でかっ。おい、超ジャンボジェットクジラみたいなってことや。クジラやなこれ、ほんまジャンボジェットやなこれ。結構でかいなこいつ。陸戦型バグロスみたいなってことや。遊戯王のこいつ、陸戦型バグロス感めっちゃ出とるやん。一人名人一応してます。おい、バシャン危ねえな。逆手に取る。ここは、あ、格闘やから別にあれで言ってもよかった、エスパーで。まあ、ええわ。行け、名人。名人レベル高いからあんま使う機会ないんやな。55。レベル55あるからな。松井の背番号やからな、これ。ゴジャ強いからな。波乗りピカチュウ、はい、オッケー。波乗り結構強い。波乗り力高いもんな。はい。おお、経験2900になったけど。やば。ゴジャ経験してくれやん。おお、結構上がるな。おっ、ガムシャラ覚えた。何これ、ノーマルタイプ。命中100、相手の HP が自分の HP と同じくらいになるようにダメージ与える。これは確かに、えっ、ちゃえんか。ああ、なるほど、耐えて耐えて HP 減ったところで相手使ったらほぼ相打ちみたいに持ってこれるということか。死にはせんということですね。まあちょっと弱いな。ダクリいらんか。これいらんな、命中85やし。波ならあるしな。はい、ええか、いる。でもこいつでこう打撃攻撃やな、確か強いの。ってことでこれいらんな。ええか、ええやろ。ガムシャラなんか強そうやから、ガムシャラ、ガムシャラ。お、てててて、んちゃがる、てててめっちゃ上がるやん。ヒノガスター、ヒノガスター、これ確かキノコやから、キノコ、まあ、火は絶対弱いやろな。まあ、ちょっとエスパーでもいけるんかな、草やったら。草なんかなこいつ。おい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 、かわいい顔しとんな。オッケー、癒し系、ここ抜群、癒し系激キャップ、ペロン、ユキペヘペロ。この顔めっちゃムカつくんやけど。かなり育ててるんだな。やばいな、テヘペロ感が。このもうヤングジャンプのグラビアみたいな格好してもだよ。ちょっと悔しいな、トレーナーとしては俺の方が先輩だったのに。俺ミシドルタウンに戻るつもりなんだ。父さんの手伝いで作っているポケモン図鑑も結構できてきたし、一度父さんに見せておかないと。やっぱり全部の順番集めて。いいえ、あれ、そうなんだ、敵イグチャンピオンを目指してるのか思ってたよ。今ヒカルのバグの中光ったよな。まあいいや、とにかく頑張れよ。もう二度と話が出てくんな。デパートか。さっき。そういうのここ。美術館。これめっちゃ広いな、この。あれ。私は画商です。いや、そういう名前なのではなく、価値のある絵を買ったり売ったりする、職業の名前なんです。この町の美術館に素晴らしい名画があると聞いたのですが、なくなってるんですね。盗まれたのか。名人。あー、アクアランですか。うん。トゥトゥトゥ。この美術館は、すごい絵がたくさん見られるし、館長も素晴らしい人だし、僕たち画家の間でも憧れの場所なんだよ。お、キノコや。新進気鋭の美術、現代美術家がキノコを表現した作品だ。ごじゃ立体的やな。何これ。ポケモンの姿と知らない文字が細かく彫られた石板だ。怪しいね。あ、座れた。シャコン。風になびて気持ちよさに揺れるポケモンがいる。これちょっと見たいな。
この部下可愛いわ。うちの坊やみたい。坊や。この乗る時のママみたい。幸せな親かやな、こいつら。ポケモン勝負もいいけど、芸術焦る気持ちも忘れずにいないとね。めっちゃでかいモンスターボールあるやん。黒石で疲れた大きいモンスターボールだ。ほーん。お、行けつけ。芸術。まあ、これは関係ないとして。この美術館に頼んだけど、頼んだけど、僕の後を飾ってくれなかったんだ。僕の後理解できない美術館とはね。君はどう？後に興味ある？はい。やった！え？虚空の向き、ナイターの景色、ルテンの輪立ち。なやこれ。君は突き出してくれるのか？君は怯える。もしかしたら、この混沌から、二度抜け出せないかもしれない。でも君は、恐る恐る、踏み出すのだ。何が待っていようと、どんな未来があるのだろうと、そういう先なんだよ、これは。どうだい、10万円で譲ろう。買ってくれるかい？買うよ。あおか、こいつ、何やこいつ。ぼったくりやろ、こいつ。いや、違わないです。ごじゃぼったくりやんけ、こいつ。10万って、お前。充電が。ほう。よし。私はこの美術館の館長です。どうでしょう、歴史のある素晴らしい品ばかりでしょう。2階、そうですな。2階にはこれとらとはまた違った生き生きした作品も何か起きたと考えていますよ。入れてくれんのかよ。まあ、要はなそうですね、これに。でもなんかあの、10万円のやつ、あれ3つの中1個しか選べへんってことは、なんかあれ、ポケモンに関係してそうやな、あれ。ああ。選んだやつによって、ポケモンもらえるの変わるっぽいな、あれ。なんか化石的な。そう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 。マリリルー。ここコンテンツライブか。ちゃうんか。あ、デパートか。ポケモンくじ、お！ほう。マジで？引かしてくれ！セリア！頼む！ああ！うざー！そら外れるわ。あれだ、全部のポケモンってたら絶対当たるってこと？いや、ポケモンの ID ってことは、お、何この曲ではないんじゃないですかね。いや、どうなの。あ、モンスターボールも1点。この音楽、スーパーボール欲しかったよね、俺。まあまあ、いらんか、あとはシルスプ買っとこう、うん、じゃあね。なんだい？エネコの尻尾。ピッピ人形。全部逃げられる系や。いらんわ。いらないっすね、これは。よ、おばあちゃん。お、ヤクザ。ヤクザ。ヤクザ結構、可愛かったな。お姉のヤクザやったな、さっきの。お姉系ヤクザや。お姉系。だいたいこれ、技マシンとか売っとるよな、確か。はい。結構、冷凍ビーム売っとるイメージあるんやけどな。冷凍ビーム。うっとんちゃう、冷凍ビーム。地形とか。うん。うっとんちゃう、これ、冷凍ビーム。強い技。これいらん。あ、これじゃあ、あれか、タウリン系か。ぽいね、タウリン系っぽいですね。あ、高い高い。おなじみの高さ。よくこれ、四天王倒して、俺、稼いで買ってったわ、これ、毎回。懐かしいな。タウリンな。充電がないです。ポケモンリュウリ、金集めしたもんやで、よく。電池が。ほう。お！大ざましゅうとだ！守る。攻撃ま、あれが欲しいな、技マシンが。くれ、なんか。おぉ、来たー、強え！めっちゃ、あ、やば！うわ、強い、やばいやばい。大文字。雷。吹雪。吹雪欲しい。うろ。吹雪欲しい。これ金の玉いらんやんな。金の玉打っても問題ないな。お、名人サンキュー。奪い取った完全に。まあ金の玉3つ打ったからこれでいいか。
これ吹雪誰か覚えれるやつおるんかな、俺らのパーティーで。吹雪絶対強いやろ。覚えたら多分強いですよ、結構。これやばいやろ、吹雪って。俺吹雪強いイメージじゃないんやけど。雷でもあれやな。なにこれ、気合玉。見たもんねえな、この技。うわ、吹雪高え。ストーンエッジ。急所当たりやすい。あ、これもでもええな。あえてパワー系のやつも出してもええかもな。転ばさしてみよう。よし。あえて、見たことない技をちょっと見。俺、急所当たりやすい技好きなんですよね。急所大事っすもん、ね。大事やろ。これ、だいぶ強いやろ。お、覚えれるやん。あ、強い威力100。威力100で急所当たったやばいやろ、これ。えぐ。ゴジャ強いんじゃん。しかも打撃系やから。チータくんとこの、どっちも。やばいやろ、これ。何怪力いらねえ。うわ、怪力これ忘れたい。怪力。忘れさせや。怪力いらんかったな。もうちょっと、あれやな。よ、坊主。そうやね、ポケモン4つしか技覚えられへんねん。8個で覚えれてええのにな。覚えさせてくれよ、8個ぐらい。8個覚えたらめっちゃ強くなりますね。それよ。8個ぐらい覚えさせてくれよな、ちょっとぐらいな。4つは少なすぎるって、もう。いっぱい使いたいな、技。なにこれ。めっちゃ売ってそうやな。あ、こっち系か。家具系はいらんわ。一応話し合いとくか、全員に。ほう。よ、おばちゃん。おほほほほ。まあ、これはなしとして、まあ、次行きます、普通に。時間かかっとったっけ、俺ら。かかってます。かかっとんな。はい。ほう、土曜日に掘り出しに近かったやんな。まず土曜日に来てみよう。ほういんじゃん。あー、これ土曜日来たらええんか。今日何曜日やったっけ、木曜日か。木曜日。え、あさってか。あ、木曜日ですね。あさって来てみるか、また覚えとったら。絶対覚えてないけどな。てってってん。てっ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 て。一階に行きまーす。参りまーす。オッケー。まあ、とりあえず、もうちょっと見回れますね。もう時間ないんで、あんまり。よ、ちょいとハンター入り江のある洞窟怪しいな。お、おるやん、わざわせるじいさん。え、ほら、これじじい。ゴジョエタイミング。ゴジョエタイミング。もちろんです。これ忘れるとやっと。いや、ギルドは消そう。怪力邪魔。大成功じゃ。これめっちゃ移動きた。いや、ギルも消そう。ケツ頭のいや、ギル。こんなん全然いらんもんな。いや、イギリ。弱すぎるもんな、いや、イギリとか。大成功。めっちゃええやん、この おじいちゃん。これ連れてきたいな、一緒にパーティーにな。ちょっと。俺らのパーティー入っといてくれよ、お前。ずっと連れて行きたいです。何でもいらんか、これ。まあ、いらんのじゃないですか。どうしよう、何でもいいも、あ、いらんか。あ、でも水技もなくなってもだよ。あかんわ。また覚えさせ。また覚えさせなあかんけど、前。また覚えさせようか。ピーピー。ストーンエッジゲットだぜー。水技欲しいな、水技。水技波乗りしかないから、俺。あ、ねえわ、水って。じゃあ覚えてもらっとくか。忘れさせたけど。あと、あいつ。草系の技。草結び。これちょっとおもろそうやねんな。相手が思うほど威力が上がるっていう。ちょっと覚えさせたかったね、これ。さっきみたいになんかホエル王みたいにめっちゃでかいやつとか。ドンファンとかあの辺のやつ。結構食らんじゃないそう。あれちょっとすっ転ばしたろかな、思って。すっ転ばす。ふらー言うて。ひっくり返してしまう。てて。ポケモンは人間のパーティーなんて決して人間の道具じゃないよ。そこを勘違いしておる人間もたまにいるんだよ。ますぞ。
まあ、ただ命令しとるけどな、パートナーに。行けな。ごじゃ命令しとるけどな、ポケモントレーナー。そこは気にしてあかんのか。本命をつぶりましょうか。あ、やばい、なんかチューしておる人おる。見て。ごじゃチューしてあげる、見て。やばいやばい。あらかやっぱり私にスーツが似合うように、海には潮風が似合うな。クラブのミゲット。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで一旦終わりたいと思います。今回は特に何があったんかな？ボスのナイトと。ああ、そうや、そうや、そうや。技マシンを購入して、ライバル撃破して、アブソルナイトゲットして、技忘れじいさんとこう出会ったという感じで、まあ、順調に進んでいるので、この続きで、この調子で、進んでいきたいと思います。では、終わります。ありがとうございました。